皆さんこんにちは、亀丸子でーす。はい、皆さん今回はですね、皆さんに嬉しい報告があります。今日の朝、起きたら前回動画で奄美シリケンイモリの卵がうちに来ましたという動画をあげたんですが、なんと、はい、そのイモリちゃんたちが何匹か生まれてました。早速ね、こっからも見えますでしょうかね。はい、こんな感じなんですけども、1、2、3匹かな。まだ卵はある、もう一個あった気がするんですけども、無事にね、生まれてきてくれました。ちょっとアップにすると、はい、こんな感じですね。でちょっと今ね、入れ物を移したいと思いまして、観察しながらね、奄美シリケンイモリの赤ちゃんたちを移していきたいと思います。それではレッツラゴー。はい、ということでね、とりあえず幼体たちをこっちに移していきたいと思います。はい、大丈夫かな。ゆっくり移していかないとね。あれ、なんか4匹ぐらいいない？あー、取るのむず。え、どうしよう。もうついてるかもしれないんで、草たちをちょっと確認していきます。もうないね。この草にはついてなさそうです。あ、ここに、これは卵ついてるわ。これ卵ついてない。あ、これ、あ、生まれた後の卵の形がある。見えるかな、みんな。見えないな。はい、じゃじゃん、4匹います。奄美シリケンイモリ、ちょっとアップにしてみるとわかりますかね。で、これをよし、移動完了。わー、4匹いる。こんな感じです。あー、元気そうだね。なんか1匹あんま動いてない子いたけど、ふー、一苦労だ。奄美シリケンイモリの生まれたこの赤ちゃんたち、地に移していきたいと思います。今日生まれたんですよね。てか今日撮影する前見た時は2匹だったのに、気づいたら4匹になってた。すごい。じゃあちょっと入れてきます。水合わせじゃないですけど、最初はゆっくりゆっくりちょっとずつやった方がいいみたいです。水合わせ、水温がね、水温が違うから、ごめんね、びっくり、びっくりだよね、ごめんね、めっちゃ手震える。ということで、ついに我が家にも奄美シリケンイモリのね、赤ちゃんが生まれたわけなんですけども、聞いたところによると餌は1週間後からで大丈夫だそうです。生まれてから1週間は自分で持っている栄養があるんで大丈夫みたいですね。で、1週間経ったぐらいから餌をあげ始めるということで、で、餌に関してなんですけども、餌はゆきおちゃんのおすすめは、ミジンコとか、糸ミミズのちっちゃいのがおすすめみたいですね。うん、いっちゃった。この子元気？大丈夫？
で、1週間ぐらい経つと腕がね、ニョキニョキって生えてくるそうです。おー、元気に動いてるね。ミジンコってね、うちの家の周りに売ってるとこあるかなーって感じなんで、それまでにミジンコを売ってる店を探しておきたいと思います。やっぱ結構水質がね、大事みたいですので、水が汚くならないように気をつけていきたいと思います。ちょっと心配なのが、なんか4匹中1匹だけ全然動かない子がいるので、それがちょっと心配ですね。はい、ということで今回は、うちに来た奄美シリケンイモリの卵が生まれたよっていう動画でした、今後の成長もお楽しみに。ということで、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、亀丸子でした。バイバーイ。